どうも、ジュンです。そして今日のゲストはダンベルよりも女子の手を握りに来ました。最初からにやけるのやめてます。いやいやいや、ちょっと今日テンション上がっちゃったんですよ。ってことで今日、さやさんがにやけてる理由なんですけども、はい、はい、なんと、今ですね、グラビアで結構最近有名になってるまゆみちゃんというまゆみちゃん、はい、グラビアがいまして、はい、ブラジルと日本のハーフの子です。あ、そうなんですね、はい、説明文に見てもらいましょうか。そうですね、はい、じゃあ、お願いします。さやちゃん、お願いします。いやお願いします。いいですか、はい、まゆみちゃんの良さを。まゆみです。ちょっとやばいです、大胸どうでにやけてるわけですか。大胸筋がドキドキしてますけど、大胸筋がすごい、すごい。ということで、今日は特別ゲスト、まゆみちゃん、はい、に、来ていただいて、お、はい、僕とさやさんが筋トレ対決ってこと、はい、でこれ何の対決しようかなと僕は思ったんですけど、はい、まゆみちゃんをベンチの代わりにしてあげるとかもありかなと思ったんですけど、うん、ちょっと握る位置とか確かにね、握る位置とかだいぶ危険そうな気がしたんで、これも懸垂、懸垂、はい、おんぶして懸垂、はいはいはい、対決いいっすか。はい、これお金払わなきゃできないやつですかね。大丈夫です。まだ今これから YouTube チャンネルもやってるんですけど、はいはい、まゆちゃんこれから伸びるところなんで、まだ僕らの方がなるほどマウント数が、はいはいはい、まだ大丈夫、はい、まだ大丈夫、抜かれた時は多分お金払わないよ。すぐ抜かれるから、はい、まだ大丈夫です。じゃあ最初はおんぶして懸垂対決なんですけど、はい、まるちゃんちなみに体重ってお聞きしてもいいですか。お聞きしてもいいです。はい、58キロぐらいです。え、身長は173です。おお、大きい、大きい。10センチください。逆に僕ね、は結構背丈高い子好きですよね。背丈高い子好きですよね。最初からね、にやけてるし、いきなり自分の好み言い始めるし、なんかね、おかしいのよ、ずっとそわそわして。入った瞬間テンションバーン上がりましたね。すげえ眠そうな顔で来てさ、入った瞬間なんて目の色変わっちゃって。じゃあまずは懸垂対決。懸垂対決。そして男といえば、さやさん、もう一種目プッシュアップじゃないですか。やっぱ腕立て伏せですね。腕立て伏せ。いや、上に乗せて、はい、何回できるか。お、まあ、体重的にはもちろん僕の方があるんであれですけど、はいはいはい、僕はその分自分の体重もまあ確かに、はい、背負わなきゃいけないと。確かに確かに。意外にいい勝負になるんじゃないかな。なるんでしょうか。まあ僕はもう勝負なんてどうでもいいですよね。下心も丸出しか。はい、今から第1回戦をします。私をおんぶして懸垂対決をしてもらいます。しっかり見てね。勝った方に、勝った方にはほっぺにチューです。マジかよ。社長、これ OK なんですか。マユリが話してください。マユリは OK です。OK かよ。マユリ OK。 OK なんじゃない。マユリ OK。 負けられねえな。ちょっと待って。シェー。じゃあ第1回戦やってやるぞ。レッツパッ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 。どこがパッ。はい、ということで1回戦ね、懸垂対決なんですけども、はい、ルール、はい、多分これ、さやさん60キロ、約60キロ、はい、伸ばしきった瞬間、多分終了。多分終了、まあ、そうね、はい、これぐらいで。じゃあハーフ懸垂で何回できるか、何回できるか、はい、でこれ上げ切るとかのどうちゃらこうちゃら、多分これね考えてるし、そう考えてもないから。もう判断で、はい、とりあえずもう回数で、上げた回数で勝負ということで、はい、はい、じゃあやっていきましょうか。やっていきましょう。ぶつかります。最初グッてポイ。お成功だ。逆に。じゃあ抜きますか。うわ、この懸垂人生で一番楽しい懸垂だわ。したら僕がこうやるんで、したらそこで本部本部を。でそこで。先に本部する。頭気をつけて。でこう。で、いきますよ。結構これ、どうしても辛いと思う。パンツ見えてない。大丈夫、大丈夫。OK。フィードバックの形だけ。いきますよ。いきましょう。はい、レディー、ゴー。 H リー、もうマジか。強い、強い。シッ。うわー、うわー。これはいい。4回すごかった。僕らの問題もあるんですけど、結構
女の子の。そういうのじゃ組み締めちゃって。それは全然締められて大丈夫。そういうことですよ。はい、ね。バカにやってます。どうでした？締められて涙出るかと思いました。さあ、ジン君は。勝負ですからね。勝負ですから。あとは頭気をつけて。そういうこと。お、これいい。いくよ、いっちゃうよ。良さそう。え、無理じゃない。はははなに。なに。はははは。3です。ほら、首が。呼吸が。綺麗に頸動脈が。そうそうそう。そうだ、そうだ。サヤさん、すごいっすね。いやちょっとでも長い間密着してたかったっていう感動の塊だったということで、はい、第1回戦勝者さやまさんです。2回戦目は2回戦目は私をおんぶして腕立て伏せしてもらいます。2回戦目開始。はい、ということで2回戦目さやさん、はい、ここで僕が引き分けに持っとかないとダメってことです。そういうことですよ。ここからいきます。お願いします。これはルールは普通にこれだから乗る位置にもよるわけですよ。確かに、あのおんぶしてこのままみたいな式でやらないと多分腰が壊れちゃうんで、そのまま、そのまま一回すいません、やっちゃうとちょっと音もちょっと無理だ。こういう感じでちょっと待って、でかっでかっこんなでかい人初めて抱いた今ギュッと、あ、これでも懸垂より多分楽だな。楽だね。足つかないよ。はい。よ。はい。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二。23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、35、35か、結構いったな。結構いったな、これ。ベンチプレス100キロより上がらねえって言ってね。だめ。腰上でさ、ゲラ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 笑うんですよ。セットも食べるし。こっち感じやばいんですよ、やばい、遊園地的な。そう、あの遊園地のパンダも上に乗ってる感じ。パンダ見てる人たちは羨ましいと思うかもしれないですけど、結構きつそう。ということで、35回、じゃあ36いけばいいのか。じゃあ、お願いします。はい、はい、いきます。はい、はい、いきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、この男本気だ。2、3、4、余裕そうな顔です。7、8、9、20、21、23、4、5、6、7、8、9、30、21、23、4、余裕そうです。6、勝ちました。はい、強い、さすがダンベルウェイの女子のトーク。さやさん、はい、僕今のほんとねえ、熱かっためちゃめちゃ張ったからね、今のすごいこれすごい。いやー、さやさん、自重強い。いやー、よかった。さやさん、乾杯でした。おめでとうございます。ありがとうございます。さやさん、おめでとうございます。いいっすか。いや、チンク、ありがとうございます。これは悔しいな。うわー、マジ。え、本当に、本当にマジ。はい、社長、大丈夫ですか。うなずいてる。社長がちょっと険しい顔になった。社長うなずいてます。じゃあさやさん、目つぶってください。いいんすか。行ってもらいましょう。はい、よろしくお願いします。さやさん、目